サン・クイーン・ステッパーズ堀江です。よろしく。1983年から踊ってる。多分生まれてないね。ここはね、ダンサーたちにとってはオールドマンリバーなんだよ。鮭が自分の生まれた故郷の川に戻ってくるだろ。ここは俺たち80年代を踊ったダンサーにとって戻ってくるべきところなんだよ。今日も帰ってきたぜ、1年に1回。君たちのスタジオの先生のその先生のその先生だ。ここはそんじゃそこらの競技のダンス大会ではない。完全ストリートフリースタイル。もう天気、そして風、そして床、全部を味方にしたものが勝つ。だから今日一日、昨日一日あって、審査員の皆さんが変わったとか変わらないとか、変わったとか変わらないとか、テンションが上がったとか下がったとか、勝ったとか負けたとかやってるけど、12時間も審査員できないからね、変わって当然しゃあない。そこら辺は飲んでくれ。自分の思い通りに全て人生がいくと思ったら大間違い。そして言いたいことが言えないとき、俺たちはダンスで言いたいことを言うのさ。おい、ヒップホップ、あるぜ日本にもヒップホップの流儀。それはここ、嵐の誇りした天国で生まれた。マジ、ほんと、日本で最初に3本抜いたの俺だからね。さあ、ここで80年代、ここで80年代ストリートで踊った人、それから、ギリギリこっちに移って、踊った人限定のタイムに移ります。登場してください、どうぞ。オールドスクールダンサーズ、カモン。リスペクトオールドスクールダンサーズ、カモン。ゲットアップオンザフロー、イエーイ、カモン。オーライオーケー。さあどうぞ、はい、ミラクルズも大丈夫です。ミスティックムーバーズ、東京ビーボーイズ、クレイジーエイ、クレイジーエイ、クレイジーエイ、ミスティックムーバーズ、イエーイ。すいません皆さん、オールドスクールタイムなんで、若者の、スピードとパワーを競う大会ではありません。なのでちょっとみんな座ってください。後ろの人にも見せられるような、歴史を作る時間にしたいです。座ってください、和やかに見てください。東京対横浜のバトルにします。東京対横浜、こっち東京、こっち横浜、東京対横浜のバトルです。俺たち80年代のダンサーはまだ男子が競技になる前にバトルをしていた。なので、普通に踊ってくださいって言うとみんなそこそこしか踊れません。だけどバトルやりますって言うと急に自分のポケットの財布の中を整理したり、携帯電話を出して、どっかの友達に預けたり、鍵を預けたりします。バトルという言葉は我々にとって呪文です。それでは機会、東京横浜因縁の対決。一番最初1983年にここバトル始まった時、横浜対東京あった。その時横浜プロレスラー連れてきた。来たね。負けねえぜ、ぶっ潰してやろう。レッツゴI'm gonna go get some more.
Your mind, and if you're from the Bronx and you hear the sound, come on everybody, boogie down, boogie down.